ビクター・ローレンス・ブラックは、アメリカ合衆国、テキサス州アマリーロ出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ。2019年現在は、独立リーグアトランティックリーグのハイポイントロッカーズ、所属。2006年の MLB ドラフトで、ニューヨーク・メッツから41巡目指名されたが拒否。2009年の MLB ドラフトで、ピッツバーグ・パイレーツから1巡目指名され、6月22日に、 契約。2013年は、トリプル A 級インディアナポリスインディアンスで開幕を迎え、38試合にリリーフとして登板。オールスターフューチャーズゲームに選出された。7月24日にメジャー初昇格を果たした。7月25日のワシントンナショナルズ戦でメジャーデビュー。8回二死から登板し、0.1回を無失点1、四球一三振で降板した。 パイレーツでは3試合に登板し、防御率は4.50だった。2013年8月29日、2日前に行われたトレードの p t b n ルとしてメッツへ移籍。9月1日にメジャー昇格した。翌2日のアトランタブレーブス戦で移籍後初登板を果たした。メッツではリリーフとして15試合に登板し、3勝0。はい、防御率は3.46だった。 2014年は41試合に登板し、2勝3敗、防御率は2.60だった。2015年は、開幕からずっと参加のトリプル a 級ラスベガスフフィィテワンズでプレーし、9月1日に40人枠を外れた。2017年4月14日に、カナディアン・アメリカンリーグのサセックスカウンティー・マイナーズと契約するが、登板なく5月5日に、マイナー契約で、 サンフランシスコジャイアンツに移籍。オフに自由契約となる。2018年3月6日にカナディアン・アメリカンリーグのニュージャージー・ジャッカルズと契約。2019年3月12日にアトランティックリーグのハイポイント、ロッカーズと契約。ありがとうございます。